なんで火力を抑えたんですか？あなたなら私の火力なんてものともしないでしょう。慈悲をかけたつもりですか？慈悲だと、そんな余裕なんてあるものか。それだけお前の火力がすごかったんだ。さすがと言うべきだな、シグエン、ダイシエル。嫌味にしか聞こえませんよ。結局詩人使ってないですし。これは使いどころが難しいんだ。それに反動もあるからな。もうこの年でホイホイと使えるものじゃない。時間もないだろうし、喋るか、シグエン。はい、もう使い切りましたしね。実はもう服の中は結構ドロドロになっているんですよ。見てみます。遠慮しておこう。さあ、聞かせてくれ、お前の思いをすべて。はい、ではお時間、いただきますね。さあ、最後のチャンスだ。ここですべてを、吐き出すんだ。この試合を楽しみにしてくださった皆様、本日は多くの声援と応援をいただき、深く感謝を申し上げます。私は今回の大会で、引退とします。過去4回すべてベスト16で、今回もこのまま敗退し、ベスト16で幕を閉じます。見ての通り、私は難病を患っており、おそらく長くはないのです。なので、この場でぜひ私のスピーチを聞いてほしい。この世界には必要とされ、崇拝され、崇められ、そしてあらゆる正義があります。そして正義がある以上、当然悪も存在します。ですがこの世の悪となる存在はどうして悪事を働かないのか。それはその悪を抑えている、不幸を背負っている人たちがいるからなのです。私は悪を抑え続ける一族に生まれ、今この時までその悪を抑える務めを果たしてきました。知っていますか？今便利になった技術の繁栄、そこにどれだけの犠牲や不幸をかぐった人たちがいたか。今となっては常識のことでもそれは実験として被験者になって死んだ人もいて、そこで初めて知り、常識となった。皆さんが当たり前のように飲む薬も生物に何度も被験者として投与され、一部の命や人生を犠牲にして、そして多くの命を救った。この国の歴史だってそうです。先人の方がこの国を命を懸けて守ったから、この国は命を懸けなくてもいいほど平和になった。今ある平和や当たり前は多くの方の努力や不幸、死を重ねてやっと出来上がったものなのです。そんなこと勉学をたしなんでいればわかる、そう思いましたか。ですがそれを身に染みて感じたのはいつですか。ただ知っている、それだけでは意味がないんです。実感してください、幸せを。私たちは世界テロで世界的に壊滅的なダメージを受けました。でもみんな立っている、復興し、やり直そうと立ち上がっている。この場にいるのは皆この世界のために戦ってきた者たちです。そんな人たちを知り、そして希望を持ち、幸せに生きてください。私は犠牲とは思われたくない。どうせ誰かのために死ぬのなら、顔も知らない誰かの幸せを守り死んでいくのだと、自分に誇りを持ちたい。だから私は長い人の歴史で、今の平和のために命を失った方、今私のように命を削り、平和を守っている方のために伝えたい。顔も知らない誰かのために、頼んでもいないのに顔も知らない誰かのために命を削ってる私のような人のために。希望を持って生きてください。諦めないでください。きっと未来は明るいはずです。諦めなければ。だってあなたたちは成長する時間と未来があるのだから。今はどこも苦しい。だけど私たちが助けます。絶対に。だから私たちのような存在を知り、皆さんは前を向いてほしい。そうだ、俺たちはそのために戦うんだ。見返りのためじゃない。私を今まで支えてくれた皆様、本当にありがとうございました。これを機に私の言葉を最後とさせていただきます。私はこの試合、棄権する。シグエン選手からの棄権宣言、勝負ありです。2回戦第8試合、勝者、四季東也選手。そして、お疲れ様でした、シグエン選手。後のことは私たちにお任せください。ああ、心配なんてしていない。これからも仲間は戦い、そして私の同志は私と同じように命を懸けて抑えていくでしょう。それでは本日の試合日程を全て終えましたので、本日の結果を公開します。映像が変わります。皆さん、あんたバカよ、大バカよ、なんで私たちに伝えなかったの？ビリアンみたいに止めてこられたら厄介だったからですよ。ビリアン、あんたも止めてたんじゃないかよ。俺はそこでシグエンの本気を知ったんだ。隠していたわけじゃない。それでどうだ、やりきったか。本当は倒して終わりたかったんですがね。いやはや指揮隊長は強い、指揮全部使っても無理でしたよ。そうか、俺が代わりに倒しておくさ。シグエンがうなるくらいにな。そうですね、任せますよ。世代交代もしてるわけですしね。なんで？みんな普通に話せるのさ。死んじゃうんだよ。もうすぐ死んじゃうって時に。最後までいつも通りでいたいだけさ。悲しむ顔で終わらせたくないだろ。そうですね、ですがヤン、あなたの罵倒もごもっともです。否定はしませんよ。そういえば殴るんじゃなかったのか。殴れるわけないでしょ。なんか私がとどめ刺したみたいになりそうだし。違いないな。
ああ、本当にいい仲間に恵まれてよかった。私の役割が果たせてよかった。あとは任せますよ。あなたたちなら、大丈夫。てっきり誰かいると思ったんだけど、誰もいないのかな？でも試合が終わっているのに、本人が帰ってこないのはおかしいよね。まだ会場にいるのかな？ソフィアちゃん、どうしてここに？嫌な予感がしたの。控室に誰もいないし、怖くなって。みんなはあそこにいる。ソフィアちゃんも言ってあげなさい。うん？この子もこの子なりに気づいたんだろうな。やっぱり監獄島で2年間住んでただけに違和感を感じたのかもしれないな。ああ。ああ。いやん。シグエン。お前は本当に生意気で、面倒見のいい奴だったよ。みんな。ソフィア。どうしたんだ、ソフィア。ねえ、凍結は、みんなここにいるのになんで凍結はいないの？凍結は病室に運ばれたんだ。嘘だよ。だって終わってすぐに来たんだよ。病室に運ばれてるはずがないよ。ねえ、その紫の液体の塊は何？別に関係ない。ソフィアはすぐにここから。やめてビリアン、こんな時にソフィアをのけものにする必要はないでしょう。ソフィアはシグエンのためにここまで、一人で来たのよ。ならソフィアだって知る権利はあるでしょ。私、たくさん迷惑かけて、いっぱいわがままなことばかりしてたからあれだけど。みんなにはすごく感謝してる。面倒な私の面倒を見てくれたんだから。だから他人事だと思えなかったんだよ。ソフィア。ビリアン、もういいだろう。シグエンを合わせてやれ。俺たちは葬式はできないんだ。ならせめてこの場に来てくれたソフィアにも合わせてあげよう。わかった。こっちよ、ソフィア。シグエンだ。まだ形が形があるうちに。多分このまま消滅してしまうからな。冗談。だよね。ソフィア、凍結に最後、言葉をかけてあげて。凍結。ソフィアはどこまで覚えてるの？いっぱい勉強を教えてもらったこととか、神々作法について言われたこととか。私も同じ、シグエンには小言をたくさん言われたし、監獄島のことについて耳にタコができるくらい聞かされたわ。私もさっきまでこんなことになるなんて全然わからなかった。ケース、ほうれん草は大事だって私にしつこく言ってきたくせに最後は自分がほうれん草を怠ってんだからどうしようもないわよね。キュウキ、私は白状なのかな？悲しいのに、すごく気分が落ち込んでいるのに、ずっと監獄島のことを思い出してるのに、涙が出ないんだよ。そんなことないわ、私は嬉しい、ソフィアがここに来てくれたことが、私たちのことを思っていてくれたことが。私の不可能支配で、どうにかできないのかな？不可能を可能にするんでしょ？ならこんな時にこそ私の力が、本領が発揮されるものじゃないの。できないや。だって何が可能で何が不可能なのか。全然わかんないんだもん。ソフィア。未熟だよね。もし私がもっと知識や経験があれば。みんなそう思うわ。だけど、いいの。こうやって最後まで頑張ったんですもの。そのまま終わらせてあげた方がいい。ありがとう、凍結。いやシグエン、あなたのおかげで言葉が話せるようになったよ。すごく感謝してる。だから、ゆっくり休んでください。ありがとうね。ソフィア。もう泣かないって決めたんだがな。仲間の死は辛いな。ビリアン。そうだな、何度起きても慣れないものだ。そういえばなんで泣かないって決めたんだ。ああ、俺は何百という同志たちを戦場で失った。だがそんな同志全員に均等に涙を流せてはやれなかった。だからみんな平等にと、せめて泣かずに敬意を届けようと、決めたんだ。かっこいいな、俺もそうしよう。俺は第6部隊の隊長だ。仲間の無念、意志、願いを背負い、前に進むのが俺の役目だからな。そうだな。本日の工程が終わったということで今回は特別に会場に曲を流したいと思います。曲は一時期世界的にヒットしたバンド、ディープダークエンジェルから流します。シェーン、あいつ、粋な真似を。シグエン、あなたのスピーチ、私の心に響いたよ。あとは任せて安らかに眠ってください。こうして、WCDT は2回戦を終え、今年度の世界初勝が全員で揃った。誰しもが強い思いを抱え、あさっての準々決勝という決戦に向けて前に進むんだ。お疲れ様、お父さん、BL チャンネルから絆をしてもらって。ああ、すまない。やっぱりお父さんは強い、メリアちゃんにあそこまで単価を切ったんだ。絶対にお父さんを超えてみせる。また優秀な人材が増えたな。
じゃあな、俺は明後日の白戦死対策で大変なんでね、帰らせてもらう。世界最強の聞く読みともあろうお方が警戒しているの。ああ、あいつは俺に対価を切った通り、お前を倒した。なら俺もあいつの挑発に乗って、全力であいつの仲間を潰さないとだろ。あの子とそんな約束してたのね。どう？今の彼はあなたの目にどう映る？生意気なクソガキだよ。本当、いい人材ほど生意気だ。クソったれ。さあ、皆さん帰りますよ。ねえ、メリアちゃん、バハートちゃんを今日止めたいのだけど。いいかな？お願いします。いいですよ、覚醒してますし、ちょっと私も話がしたかったところだったんです。やった、お泊まりね。うん、わからないことがあったらメリアちゃんに聞いたらいいよ。いい加減起きてくれないかな。このままだと旅館までお姫様抱っこだよ。抱き枕にしてもいいよ、主様。でも実物の方がもっと抱き心地いいと思うんだ。寝てる人にこびても意味ないからね。ソフィア、本当にシグエンのためにここまで来てくれてありがとう。うん、私、いっぱい迷惑かけたから。ソフィア、後に伝えておいてくれないか。いいよ。お前との決戦、アランとして、第6部隊の隊長として、本気でお前に挑む。ってな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。